こんにちは、すのこです。さあ今回はね、ポケトルの更新日ということでメガスピアが出てますね。今回はなんと1000以内に、特別な景品があるみたい。メガスキルアップ3個にマックスレベルアップ3個、だから商品の幅が、広くなったって感じかな。今までね5000位までが11だったはずなので、1000位っていう新しいやつが出たのでね、まあ損はしてる感じではないんじゃないかな。でも1000位内入るの結構難しいな。そして新しいポケモンケッキングが出てますね。僕ケッキングにねオメガルビーでニートって名付けましたずっと寝っ転がってるから。さあ他には、あ、これですね、ケルディオのレベルアップバトルが同時に来ています。これもな、どこまであったっけ。これ150までしか書いてないけど300まであるのかな。ちょっとどこまでいけるかわかんないけど、まあとりあえずケッキングからやっていきましょう。まずはこのパーティーでいこうかな。メガチャーレム、ちょっとどんなお邪魔してくるかわかんないけど、エルレード、カイリキ、ケルディオで、まあそこそこどんな感じでも対応できるんじゃないかな。行ってみましょう。あ、まずはバリアか。なるほど、ここはちょっとブロックをねちょいちょい崩していきましょう。チャーレムのメガ進化が、完了すると結構強めなんだけど、栗払いつつ、あとチャーレムを揃えつつ、チャーレム揃えつつ、うわっ、ああ解凍したのか。解凍してまた凍らせてくると。なるほど、びっくりした、何したのかと思ったよ。ケルディを揃えて、ここもチャーレも揃えて、えい、これでメガ進化完了。さあチャーレムでバシバシドン。わおわお、チャーレムが全然揃わねえぜ。振り払いつつ、やっぱ広げるのが大事だよね、こうやってね。よしよしよし、振り払って、うん、もう一度振り払いつつ真ん中を消していく。振り払って、さあチャーレム揃うか。よし、チャーレム揃う。ドーン、真ん中開くのいいね、チャーレム。いけ、4つの力、なかなかでしたな。残り手数は1。ちょっと最初もたついたかな。さあポケモンゲットタイム。お、20あるんだね。 22%。 どうだ、捕まっちゃえ。スパボリセットを使ってきます。さあどうでしょう、こいこい。おお、ゲットできちゃった。まあチャーレムでいいんじゃないかな。チャーレムはねみんな多分持ってるポケモンだと思うので、あとは強力ポケモン、あと他にはルカリオなんかもあるけど、ルカリオはね今度コンボしないんだよね。チャーレムの方がコンボすると思う。あとバンギラスもアメマックスだったら多分使えると思います。攻撃力80、アップダウン。お、ノーマルタイプ、アップダウンか。メガスピア行ってみようか。ランキングをちょっと拝見。みんなどんなパーティーで行ってるかな。3万人参加してますね。ほとんどの方がミュウツー Y、 そしてヤドラン、ヤドランが出てくるってことかな。あとはランドロスをみんな入れてるね。そしてミュウ、これは多分スキルチェンジをしたミュウかな。あとはクレセリアを入れてますね。まあ一番下段の人はビクティに、まあクレセリアでいいのかな。よし、ちょっとお試しのアイテム行ってみましょうか。お、お邪魔ガードとパワーアップしか使えないんだ。なるほど、ちょっとミュウツー Y のアメマックスが必要かもしれませんね。高スコア取るためには。僕はニャースで使ってるので大丈夫です。ああ、やっぱり勝手に揃うってことはヤドランがあるんだろうね。そしてブロック、おお、なんかメガスピア動きかっけえな。いまだかつてこんなに動いてたポケモンいたか。ミュウツーのスキルパワー上げれば
入れ替えなんだよね、ミュウツーはね。入れ替えでじゃんじゃん入れ替えていくっていうのもあり。うわー、ブロックをちょこちょこ出してくるね。ちょっといやらしいな。ミュウツーのメガ進化がちょっと長いな、うん、お、横線にミュウツーとヤドランに変えていく。おお、あー確かにこれヤドラン必要だわ。なるほど。お、上段に、うわーこれ嫌だね、嫌なことしてくるね。リフレッシュ戦法使ってんの。ああ、それで解除する。なんか動き激しいぜ。やるなメガスピア、攻撃がなんかかっこいいね。これでパワーアップ使っててもまあ簡単に倍で、最後はこんな感じか。21000、わあきつ。21243、全然スコア伸びなかったな。これで10万いく人たちってすごいね。どっちがいいんだろう。一回お邪魔ガードでやってみようか。一回お邪魔ガードでやって、お邪魔ガードが良かったらまあそっちでっていう感じで、まあとりあえずフルアイテムで行ってみます。パーティーは変わらずでいいかな。クレセリをビクティニに変えても別にって感じだもんね。よし、ちょっと4500で行ってみます。お、悪くないじゃん。まずはミュウツーをポンポンと、入れ替えは発動せず、地道ながらアップダウンを狙って、残念ミュウツードライ、うん、でもいい感じでコンボはしてますよ。さあここでねしっかりコンボできたら美味しいんだけどな。基本的にアップダウンを狙いつつのミュウツードライが多分おそらくベスト。ヤドラ揃える方がいいよね多分ね。もちょっと綺麗に、よし、あーここで大コンボが起こればって感じだね。こっからクレセリア、ヤドランをメインに、ヤドランバリア消ししつつ、ここもうわーアップダウンしたい。アップダウン確かそうだよね、ここで解除されるから、ここは3つ揃えるか。よし頑張ってくれ。おそらくもう一回あるよね。来い、アップダウン、残念。あーヤドランが消えちゃった。ヤドランが増えるんだろうね。ここは3つ揃えるか。頑張れ、ラスト。もうコンボを狙うしかないミュウツーで。さあどうだ、63557ですね。なるほど、これはちょっと戦意は厳しいって感じかな。やっぱり今の時点でね10万ぐらいなんで、9万5000、まあ、そこら辺がボーダーになってくるんじゃないかな。ちょっともう一度今度はねお邪魔ガード、なしでやってみたいと思います。パワーアップのみ。これでどんなもんかちょっと最後お試してみましょう。さあいきます。うん、まずはミュウツーからもう一度、ここはアップダウン。最初きついよね。これアップダウンは失敗。そしてクレセリア揃えて、そしてアップダウン。頑張れ。ここはミュウツー揃えて、ミュウツーのやっぱスキルがちょっと重要になってくるね。ブロックが多いと。ここはミュウツー揃えていきましょうか。わ、アップダウン。
ここもアップダウンして、あー、イヤドランが消えちゃった。これクレスエリアを消した方がいいんだよね、本当は。まあ操作はできないけど、次ヤドランのお邪魔が来ますからね。ここでコンボ、おー、いいねいいね。ミュウツーどっちかが揃ってもらえればって感じだね。頑張れ、よし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 、いいよいいよ、いいコンボしてる、なかなかいい感じになってるんじゃない。さあ、ここもなんとかアップダウンを成功させたい。よーしよー、でかい。さらにコンボで、ミュウツーが揃うとよかったんだけどな。ここはバリア消ししつつもアップダウン直してもらって、でアップダウン、一度、いよ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 、頑張れ。どうしようかな、どっちがいいかな。でもミュウツー揃えるのがいいか、ミュウツー揃えちゃう。ここもミュウツー揃えて、いけ、あー残念、これはラストアップダウン、アップダウンでいけ、ドンドン、よし、いいぞ、最後の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 頑張りコンボ。なるほど、お邪魔ガードなくても悪くないかもしれないですね。お邪魔ガードありよりも、コンボ運で、7万点は取ることできました。はい、ということでね、僕の今の現時点での結果は7万点で601位と、まあ、1000位以内にはね全然多分届かない、レベルだと思いますが、5000位はちょっとギリギリ狙えるかなっていう感じじゃないかな。さあ今回はねちょっとレベルアップステージもあるので、あんまりねこっち側にコインも使ってられない状況ですが、ちょっともう一回1000以内を目指すかはもうちょっと考えます。本気でね1000以内目指すんであれば、ヤドランにねマックスレベルアップを、マックスに投入する、そしてミュウのブロック崩しプラスにしてスキルパワーを上げてれば、最初のねブロックステージはだいぶ、綺麗になるんじゃないかななんて思います。ちょっとミュウまではやるちょっとミュウまではねやろうとは思わないですね。ということで、まあ僕は放置してこっちを今度はねメインに進めていきたいかなと思います。それじゃあよかったらまた次も見てください。土の子でした。